皆さんこんにちは、ピルディスタ小澤です。今回は来週の10月12日の水曜日から、開幕開催されることになります第5回となりますラリガ講座2022について少し告知をしたいと思います。12日以降毎週水曜日の、夕方6時半から、90分にわたって、全8回で行われますラリガ講座ですけれども、今回で早くも第5回ということで私も司会として参加させていただきます。各回の内容であったりとか、詳しい詳細については概要欄にありますリンク、それから、ラリガ講座のページをね、詳しくご覧いただければいいので、あまり私からここで告知することはないんですけれども、改めて僕自身のこの講座にかける思いをちょっと皆さんにお話ししておきたいなと思いまして、改めて動画を撮っているんですけれども、まあ、ちょうど皆さんご存知の通り9月の上旬から2週間にわたって家族でスペインに行ってまいりましたけれども、実は家族でスペインに行くのはもう4回目になりまして、子供が小さいうちに8月丸々1ヶ月をスペインのバレンシアで過ごすみたいなバケーションの過ごし方を実はすでに3回ぐらいしておりますので、子供たちにとっても奥さんにとっても我が小澤家族にとってはもう恒例のスペイン滞在にはなるんですけれども、今回は子供たちがサッカーを始めて、それからラリーガのね、各クラブ、長男くんはレアルマドリーファンですし、次男くんは、クレン、バルセロナファンですので、まあそういったね、スペインサッカーに関心を持って、具体的にその場に行ってみたいというような気持ちになって初めての、小澤家としてのスペイン滞在になったわけですけれども、まあ親の立場でそういう子供たちを連れて行ってみて、やっぱり改めて百聞は一見にしかずだなというところは本当に痛感しました。例えばですね、今回カンプノーでバルセロナとエルチェの、ラリーガの試合を見たときに、以前倉敷さんと一緒に紹介させていただいたエルゴラ編集部から出ておりますサッカー世界図鑑のスペイン編で、長男くんこのねスペイン編が大好きで呼び込んでいて、カンプノーでカタルーニャで、この17分台に、まあ、前後半の17分14秒以降に聞こえてくるインデペンデンシアのね、まあコール掛け声の意味をやっぱりこういう図鑑を通して学び、それをね、現地で体験すると実際に驚いたんですけども、長男くんが横に座っている奥さんに、これを自分で説明していたんですよね。まあそういう姿を見てももちろん、日本にいても今やね、オンラインであるいはインターネットでいろんな情報、知識は詰め込むことができるんですけども、やっぱりその実際の場所に行ってみて、自分の足を運んでみて、その場で学んだことを体験、経験してみることの価値。まあそれは本当に改めて今回思いましたし、まあ私自身ももう何度もね、スペインには行ってますけれども、改めて若い頃に時間はあるけれども、なかなかお金の工面が難しい中で、まあなんとか自分なりに努力を工夫をして、行ったスペイン、初めてのスペインなんかは本当に今でも覚えてますし、忘れもしない98年の、8月夏でしたけれども、まあ、私にとっての初めての海外旅行が、スペインの1ヶ月のサラマンカへの、留学で、まあその時の週末にたまたま、スペイン・バルセロナでスーペルコパが、バルセロナとバレンシアのカードで開催されて、初めてカンプノーにね、一人で行って、右も左もわからないまま片言のスペイン語でチケットを買って、お金なかったので本当に3階のね一番上の、一番醜いカンプノーの席でしたけれども、まああの3階に上がる階段の上り下りのあの光景であったりとか、初めて上に登ってから見下ろすカンプノーの光景は今でも忘れないですし、まああの頃の本当に感受性豊かな頃にそういう思いをしてね、行って自分の足で、その地を踏みしめ、そのね、現場の空気をね、匂いを感じることができた、買うことができたっていうところは本当に今になっても財産になってますし、で本当に何度、スペインに行っても毎回スペインって変わってるっていうところは、まあ、今回もみんなでサグラダファミリアには行ってきたんですけど、まあ、残念ながら、夜に行ったので、中には入れなかったんですけれども、まあ、私も実際にバルセロナ半年住んでいたことがあるので、サグラダファミリア何度も訪れた機会がありますけれども、行くごとに毎回変わっているっていうところは、だからこそ毎回行っての発見があるし楽しみがあるしっていうところは、まあ本当にこれは結論ですけれども、まあ知った気になるなよと、分かった気になるなよっていうところは、フットボールがね、年々日に日に進化しているように、本当に分かった気に、サッカーを知った気になったらそれで終わってしまいますし、まあ進化し続けるサッカー、それからね変わり続けるスペインというものを、知り続けるためにもやっぱりきちんと足を運ばないといけないなと、謙虚になってね、全く分かったつもりにならないで毎回ね、自分でしっかりといろんなリソースをつぎ込んでスペインに行くことは、足を運ぶことは、取材することは本当にね、ペリオディスタ小澤としても重要だなというのは今回感じましたので、
まあ、だからこそ今回のラリーガ講座は過去4回の開催でね、すでに受講されている方にもぜひご参加検討していただきたいなというところは、本当に毎回ね、これラリーガの肝入りでラリーガ主催でもありますので、ラリーガからお声のかかった各クラブの担当者が現地から、まあ、もちろんね、距離がありますので、対面ではなくてオンラインで参加になりますけれども、まあ、今回は講座自体は対面でのセミナー開催にもなりますし、対面での参加が難しいという方のためにはオンラインでの受講形態も選んでいただけるということで、非常に受講者に優しい講座になっているかと思いますし、なおかつ当然ですけれども、フットボールの話のみならず、90分の講義のうち50分はフットボールの話になりますけれども、20分は質疑応答、それからそれ以外の20分はしっかりとそのね、取り上げる地域クラブのバックボーン、バックグラウンドにあります観光情報について専門家を招いてお話しいただきますので、まあ、例えばですけれども、バレンシアニスタの私が参加したとしても、今回、バレンシア CF が参加して、まあ、バレンシアの観光情報とかバックグラウンドをね、お話しいただくので、絶対に、初めて聞くこととか新たな発見あると思いますので非常に楽しみにしてるんですけれども、まあ本当にスペインという国自体が、噛めば噛むほど味があると言います。知ろうと思えば思うほど知らないことがたくさん出てきてね、底なし沼のようにどっぷりとハマってしまうというね、本当に魅力満載の観光資源満載の国になっておりますので、普段ラリーガは全然見ませんとか、あるいはスペインという国行ったことありません、今まで興味ありませんでしたという方にも絶対にお勧めできる、私が太鼓判を押せる講座となっておりますので、ぜひご参加受講をね、検討していただければと思います。まあ実はこのラリーガ講座、ラリーガがね、主催共催ということで毎回豪華な特典がございまして、まあこれまでの講座で言うと、まあ最終回に例えばね、大抽選大会をやって各クラブのユニフォームをね、まあ当選者にはプレゼントするとか大盤振る舞いをしている講座なんですけれども、今回はなんと申し込み時点から先着40名様になるようですけれども、ラリーガが公式で作っております布バッグキーホルダー、そして私も制作に関わりましたスペインのフットボール辞書、3点セットをプレゼントということで、まあすでに40名の方には申し込みいただいてるんじゃないかなと思ってるので、あまり大々的に告知しない方がいいかなと思っておりますけれども、まあスペイン語中心にいろんなプログラムコースをね、開催主催しておりますインスティトゥトセルバンテス東京の中でもね、圧倒的に人気の講座となっております。ラリーガ講座、今年も2022番第5回として、来週から開催されますので、改めて皆さん少しでも興味を持っていただきましたら、概要欄に貼っておきますリンクに飛んでいただいて、講座のページを見ていただければと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で、そしてラリーガ講座で、お会いしましょう。アサラープロクシマーノスベレモス。